田上町は、新潟県南蒲原郡にある町である。通勤率は、新潟市へ 23.4%、三条市へ 16.9%、加茂市へ 16.0%。町内を走る国道403号。本田城バス停付近町域の東半分が山地、西半分は平野で水田が広がっている。国道403号と信越本線が山地と平野の境界に沿って走っており、人口の大部分がこの沿線に集中する。2020年3月には、平野側に国道403号小須戸田上バイパスが開通した。交通の便を活かし、平成期以降も新興住宅地の開発が進められている。南側の加茂市とは、市街地がほぼ連続しており、地域社会として、つながりが深い。新潟市とは隣接はしているものの、市街地同士は遠く離れているため関わりが弱い。市町村合併については、隣接する加茂市が独立の立場を表明したため、一時は加茂市を隔てた三条市との合併も模索された。しかし、飛び地であることがネックとなって、合併協議からは脱退した。2003年末、市町村合併に関する住民意向調査を行い、反対多数の結果を受け、三条市、東町、南蒲原郡栄町、南蒲原郡下田村の4市町村での合併協議会を離脱している。一部では、同調査での反対票は4市町村での枠組みに反対するものであって合併そのものには反対ではない、との声もあるが、東町とつながりの深い加茂市では、市長が合併絶対反対を繰り返しており、新潟市への吸収合併も実現の可能性が低いため、東町は事実上、単独での街づくりを余儀なくされている。旧羽生田郵便局、羽生田駅田上駅圏央地域東部のバス路線図。護摩堂湯田里間の入り口となるエレベーター。ありがとうございます。